名工360型フリーゲートは、ドイツのブロームウント、フォセ社によって設計された名工型フリーゲート。同シリーズの最初の艦級である。アルゼンチン海軍、ナイジェリア海軍向けに5隻が建造された。名工360型は、名工コンセプトの初適用例である。名工コ,コンセプトとは、多様な顧客に対して、より安価に、 かつ彼らの要求に応えたフリーゲートを提供することを、期としたもので、綿密な配慮のもとで設計された船体に、モジュール化された装備品を搭載していくという方式である。機関構成、各種装備品を顧客の要望に応じて変更したカスタムメイドのフリーゲートの提供が可能となっている。名工360型の最初の発注者は、ナイジェリア海軍であった。 ナイジェリア海軍は、ヘリコプターを1機搭載できる名工 360H1 型一隻を発注し、アラドゥとして収益させた。アラドゥは、ナイジェリア海軍最大の艦であり、また、収益当時においては、アフリカ最大の戦闘艦と称された。これに続いて発注したのが、アルゼンチン海軍であり、彼らは、ヘリコプターを2機搭載できる名工360。 H2 型の設計を選択した。しかし、後に運用要求の変化によって、ヘリコプターの搭載数は一気に減らされた。これは、アルミランテ・ブラウン級と命名され、同海軍の主力艦として運用されている。なお、アルゼンチン海軍では、本級が大型であることから、駆逐艦として分類している。 しかし、メイコー360型は、やや余裕を取りすぎて、船体設計に合理的でない面があり、そのために運用コストが、やや高くなっていると考えられた。このことから、BV 社は、これをもとに合理化を進めて小型化したものとして、メイコー200型フリーゲートを開発し、以後の発注はこちらに限定された。こうして誕生した、メイコー200型フリーゲートは肥大化を続け、 最新の名工200型である名工200アンザク型では、名工360型よりも大型となっている。また、名工360型をベースとした軽フリゲートとして、名工140型フリゲートも開発されたものの、線形化所であったため、輸出成績は不振であった。ありがとうございます。